おお、手法を潰してってわけだね。ショーがバルバルバス使い物にならないです。だからそういう大事な作戦をメタナイトに指示を仰がなくちゃいけないんだろ。そんなバカだ。左ウィングに向かっています。左ウィングって言うんだな。レフトウィングとかじゃなくて、左翼とかじゃなくて左ウィングなんだ。ボン。よし、じゃあちょっとジェット行こうか。レーザーも行っかな。悩ましいところだけどね。なんかこのモードは、隠しアイテムが置いてあるとかあんまりなくて、純粋に素早くゴールを目指せ系だと思うので、多少強引に行くぐらいがちょうどいいのかな。ちょっと待って、これ。もしかして、これを破壊しないといけないっけ？それは困るぜ。カッターくん。意外と、下を攻撃できないコピー能力があるんだよな、この時。今、あなたが使おうとしているコピー能力は下向きに攻撃ができるやつですか？そうじゃないやつですか？っていうのを、結構把握しておかないといけない感じがするね。レーザーはいけんのかな？まだスパデラのレーザー一回も使ってないんだよな。お、いいところにマキシマモがあるじゃないの？さあ、ぐんぐん行くよ。ブラー。お、いつものおじさんじゃないか。こういう名前何だったかな？フロストなんちゃらだったかな？アイス。アイスより勝ったかな？おお。これ飛べるんか？もう今にも墜落してもおかしくない感じだけど。左ウィング大破。被害面積約 74%。けげー。セールのバランスを崩しまくってるだす。セール収縮。右ウィングの浮力を下げろ。的確な判断力。おお、真ん中入れた。なるほど、これで内部侵入だ、わけだね。ダクトを進んでいます。なんかこれカービィ64にこんな音楽なかったっけ？もしかしたらこれが元だったりするのかな？なんか結構かっこいい系の SF チックな音楽だな。いいこと思いついた。何考えてるんやろな。どんどん先行くよ。カービィを止められる者は誰もいないぞ。なんて言ったって銀河のヒーローだからね。しかしメタナイトは、なぜ突然こんな、どうしたんだ？奴を倒すのは今しかあるまい。二度目の正直、ヘビーロブサー発進。二度目の正直は正直、こちら視点の話なんだけどな。潰せ潰せー。随分最高な考え方をしているじゃないか、こいつら。待って、潰される。危ないでしょうか。あれ？こっちいいのか？当たってない。え？ああ！ちょ、おいーそれは初見殺しすぎるだろ。右に繋がると思ってたのに。ようもやってくれやがったぜ。で、メタナイトさんは一体何を持って逆襲になったんだろうな。デデデの相手するのもう嫌だっていう感じなのかな。とか、意外と時間がギリギリだな。これ逃げながら戦えないだろうし、結構まずいのでは。登っていくよ。ヘビーロブスター下で潰れてねえかな。ヘビーロブスターが画面外に行ってしまったです、みたいな。なさそうだけど。痛い。タク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 。怖い。なにこれこれ。ちっちゃいの飛ばしてるじゃないの。タクタクタク。痛い。ソード君結構踏み込むんだな、攻撃が。タク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 。タクタクタク。やめて！あー！微妙に逃げづらい位置に動きやがって。痛い。このちょっと前に飛ばすのやめてくれ。お、いけた。結構ギリギリだったけど。内側通ってもう、右ウィング行ってたんだな。ヘビーロブスターの爆発で右ウィングが壊れたらす。ヘビーロブスター結構爆発でかいんだな。うんだ、最後は壊れてちょうどいいわい。メタナイトもだんまりだぞ。外壁を伝っていくと、
お、これは下向きに行けというわけだな。おばばばぶんくん、びっくりした。なんでこのまま下に着くのかと思ったら、ちゃんと行かないといけないよね。カビは戦艦底部を進行中。デルタなところだな。しかし風が強い。寒い。高い。怖いです。あれだな。なんかあの、鷹の偉そうなやつは、多分普通に空飛べるから、その辺気にしないんだろうけど。他の奴らはな、地に足ついてるから。こんな感じなんだろうねー。入れましょう。このまま行ったら、どうなるの？これはあれかい？あ、ああ、おい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 、そういうこと？正解があるから、それを、行かないといけない系ではなくて、これこういうことか。これで戻るのか。結構素早さを要求してくるね。お、いてたかな？なんかいるけど。下でいいのか？え？外れじゃねえか！エレベーターを見かけたら、とりあえず動かしたくなってしまう症候群の人間に対して、こんなにもいやらしい要求してくるとは。いてててててて。待って。そーど。あ、そういうことか。なんだ、完全な外れじゃなくて、後から来いっていうやつか。タク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 。オッケー？こっちかな？イチャップー。ヨーヨーは、相手スルーして、ソードで行こうか。なんだかんだ、この攻撃力と、射程のバランスが結構いい感じだと思うんだよな、ソード。回転切りが結構、ザクザクできてて、気に入ってるからな。どうかな？カビがリアクターに向かっています。どれがなくなったら今度こそアウト出せよ。まあ、ようやく潰れてる時点で危ないけどな。反射レーザーがリアクターに当たらなければ無敵だね。余計なことを言うな。ワドちゃん実は味方なのでは。そして、ボムがあるんだったらボム使いたい。ん？ああ、そういうこと。そういうことだね。ここだ。反射レーザー。これは痛すぎる。ん？熱々だもん。やめてほしいだもの。あっちゃ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 。よく見たら、後ろでウィリーがめっちゃ頑張って動かしてんな。やったぜ。逆に言えばこれ、敵からの攻撃じゃないと破壊できない感じか。しっかりと待っておけばいい感じかな。早く、早く早く。やったぞ。努力だ、ウィリーたちが逃げていく。何をやってるんだ。ウィリーも無理やり働かされてた感じなのかな。お、これで内部に侵入かな。完全にハルバートが落ちる前に、メタナイトと決着をつけないとっていう感じかな。第3、第5エンジン停止。もうボロボロ出す、すでに、すぐに落ちるだせよ。深く、だが山を奪い。クルー全員に次ぐ、地球本艦より脱出せよ。アヒー、この艦はもうダメだ。急に弱腰に。しかし、部下を最優先で逃がすあたり、メタナイトも肝が座ってるというか、いい上司だな。落ちる。ってことはもう、ぼちぼち来るかな？悪く思わんでください。さあ次はお前たちが逃げる番だ。いえ、最後までお付き合い。おお。カビをギャフと言わせ、それからみんなで逃げるだす。死に損ないでお前。かっこいいね。待って待って。さあ、じゃあ全員まとめて潰してやろうじゃないか。こんなところに巻きしまう。タイムは大丈夫かな？時間切れとかにならないといいんだけど。来るかな？まだでした。またメタネですか？待てカビー！こっから先には逃走で出せよ。待って、ちょっと。これもうなんかメタネと戦う気満々だったんだけど、全然そんなことないね。あらー、ちょ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 、どうちょ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 。コマンド攻撃。コマンド攻撃。コマンド攻撃。ちょ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 。ダッシュ切りを使いすぎないで。
待って。よし。メタネタ様ダメだ、わしらはお先に失礼さす。一応このタイミングで逃げてるってことでいいのかな。完全に死んだってわけではないよな。まあ、飲み込まれたカービィとか、カービィに乗り込まれた敵とかな、どうなってるんだって話だしな。以上、無事ということでいいかな。お、これが最後のカービィ、いざ勝負。ドキ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 。わあ、結局剣は使うんか。ソード対決。マントはなし。ザク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 。ふっ、ああ、そういえば、ここで思い出したよ。ガードとかあったな。ザクザクザク。ザクザク。ザクザク。距離の測り方が上手いじゃねえか。ザクザク。危ねえ。怖い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 。でもガードがある分、前回までの俺じゃない。トルネード。スマブラでよく見たやつやで。すごいな。この辺のを元にしてたんだな。あの、痛い。竜巻落とし。ふっ。だから口元にもないぜ。かわいい。やったか。このハルバードどこに落とすんだろうな。落とす場所考えないと、めっちゃでかい、あれを、ん？そういうことか。メトロイドでお決まりになれた。逃さんと、え？逃さんとされるの？それは困るぜ。やめて。これ大丈夫？痛いんですけど。逃げ切れる？これ。意外とメタネタさんしぶとい人だったのね。待って待って。ああ、こんな、コース分かってないのに、やるのは結構きついぞ。いや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 。メタさん、体当たりはやめて。ここで落ちたくないな。目が追いつかないが、全力で行くしかない。おお、でもなんとか逃げ切ったか。あ、そうか、これ、あれか。動力源から救出したウィリーに乗ってんのか。多分そういうことだよね。おちゃー。でかい海があってよかったな。おお、さあ、キブル、勝った。出演者ってことだな。よし。なんとか行きましたね、メタネットの逆襲。あれだね、本当に手応えのある一本道のストーリーモードみたいな感じだったね。メタナイト戦も最後に楽しめるから、結構これ人気のある感じのモードだったりするのかな？いやー、なかなか極めたらすごいスムーズにサクサクっと進められそうな感じがいいよな。で、そんなに長くないから何度もやりたくなるみたいな、そういうゲームモードの仕組みはとてもいいと思うよ。せっかくだからな、あの幹部のワドルディとかもちょっと見てみたかったけどな。あいつが戦闘に出てきたらどうなってたのかなとか、少し想像してみたりもあるけどね。コピー？あれ、コピーってコピー能力なのか。コピーっていうコピー能力はまだ見たことないんだよな、そういえば。なんとなく気になるところも見えたところで、お、出たー。メタネット逆襲クリアが条件だったのかな。銀河に願いようが解放されました。やったね。よし。じゃあ、とりあえず、メタネット逆襲はこれで OK だと思う。ハイスコアを狙っていく感じになるでしょうね、あとは。一応見ておこうか。ベストタイムが ?24,882 フレームかな。何秒くらいだ？だいたい60くらいで割ると、2500÷6 だから、だいたい400秒ぐらいかな。だから6分ぐらいかな。まあまあか。どれぐらい早くできるんだろうな。1万キルとかできるのかな。なんか、そういうのを目指して遊ぶのも面白そうですね。といったところで、とりあえず今回はここまでにしておきましょう。最後のモード、銀河に願いを次回やって、スーパーデラックスも完結となるでしょう。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。